や。皆さんこんにちは。今回は組手競技における防御テクニックを紹介いたします。組手競技において相手からの攻撃を手や腕の受けだけではさばききれません。基本組手でも体さばきがあるように、今回は体を使った防御を行いたいと思います。最初ですね、普段は手でさばいたりですね、足で、下がってみたり、そういう形なんですけど、今回はしっかり体を使ってまず、スウェーですね、1のスウェー、こういう後ろに相手の攻撃を見切った状態から返す、それからウィービングですね、頭を左右に振って突きをかわしながら、攻撃に入る、それから最後は、ダッキングですね。ダッキングはしっかり潜るようにして相手の中に、相手の懐の中に入っていくよ、そういうテクニックをご紹介したいと思います。最初は1番のスウェーですね。スウェー、最初ちょっと近距離で、行います。最初は、相手の、刻みがきますね。それをしっかりと体を後ろにバックして、そして相手の剣先をしっかり見切った状態から返していく。もう一度見切って、その後にしっかり相手の刻みを返しますね。これ例えば逆突き来た時も同じですね。逆突きを、逆突きで返す、逆突きを逆突きで返す、こういう形ですね。はい、ちょっとじゃあ2回ずつやってみましょう。はい、刻みから来てください。はい、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 最後は中段逆突きいきますから、それをさばいて、ね、間合いができますから、その間合いを締めながら後に連続攻撃ですね。これを行いたいと思います。はい、はい、次に2のウィービングですね。ウィービングは左右で、ね、頭をこう振りながら相手の突きを、かわすように、また足を使って相手を左右に、ね、頭を振って突きをかわします。はい、今度はじゃあ蹴りを入れてみたいと思いますね。相手の突きを振って蹴り回しですね。今度は反対ですね。反対に振って、はい、はい、おい、はい、最後の3番ですね。ダッキング、これは頭を沈めるようにして、そして相手の懐に入って、攻撃をさせないような状態ですね。まず例えば左に来たそれに対して相手の懐に入っていく、逆この反対ですね、反対をくぐって、そして懐の中に入っていく。まずは、刻みにちょっとゆっくりやっていく、刻み、はい、その位置から倒しを入れて、そしてついていく。はい、じゃあ早くやりましょう。はい、はい、かわして、そしてそこから裏回しで決めます。はい、じゃあ早くやります。はい、はい、はい、基本組手との違いで、重視する点は、体をさばく際に、軸をまっすぐ、ね、まっすぐではなく、必ずこう体を傾ける、ね、防御するときは後ろに体重がかかったときは後ろの斜めの軸、そして前に攻撃するときは前のその斜め軸ですね。なので受ける、突く、この場にその場でいないで、必ずこう体をですね使って防御、攻撃を行います。
まあ、あの組手が苦手な方もですね、まあ、エクササイズだと思ってやっていただければ、まあ、あの非常にいい運動になります。で最後に、まあ、あの重要なのはですね、足のステップですね。この足のステップリズムの中からその動きを出す、まあ、基本では前屈立ち、それから後屈立ち、気張らち、こう重心ですね、重心のこのあるように必ずこのステップの中から前屈、それから後屈、そして気張らちみたいな重心の移動で、体重が常に防御と攻撃が可能な状態に、持っていきます。はい、最後にですね、今後とも皆様のご希望に沿うように、動画を流していきたいと思いますので、皆様チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。